富山県総合体育センターは、富山県富山市秋ヶ島にあるプール施設を持つ総合運動施設。愛称はスポーツパレス。またこの項目では、隣接する運動施設の富山県空港スポーツ緑地についても述べる。管理者は、共に公益財団法人富山県体育協会である。地県100年記念事業の一環として、1984年6月に、開設された。宿泊施設も完備しており、富山県における体育、スポーツ振興、競技力向上及び指導者の育成、研修、合宿、地域スポーツから国際大会まであらゆる規模の競技会の開催を目的としている。敷地面積は約 5.0 ヘクタール、延べ床面積は 19,667 平方メートルである。利用可能時間は平日が9時21時、日曜日及び祝日が9時17時、休館日は火曜日と祝日の翌日、年末年始である。なお温水プールサウナは、閉館1時間前に終了し、日曜、祝日と夏季は10時から、その他は14時からの利用となる。現在、B リーグ、富山グラウジーズのサブアリーナであり、主催試合が年に数試合行われているほか、国内外の各競技のナショナルチームがオリンピック、世界選手権大会などの国際大会直前に行う強化合宿の会場となることもある。約 1km 強離れた富山市、友杉の富山南総合公園内に名称のよく似た運動施設である富山市体育文化センターが存在するため、混同に注意が必要である。こちらは富山市の管理する施設であり、規模は、県総合体育センターより一回り小さい。大アリーナ棟サービス棟、中アリーナ棟プール棟研修棟、富山空港県総合体育センター間、連絡通路、空港ターミナルビル3階より撮影。ありがとうございます。